太陽の塔です。ところで、あなたは労働組合が国際組織で、労働者のための組織でなく、国壊しを目的にしている組織ってご存知でした？インターネットにみんなで作る辞書のサイト、ウィキペディアってあるやん。そこにも労働組合詳しく書かれてあんねんけど、組織、社会民主党、社会主義インターナショナル、国際社会主義青年同盟、欧州社会党、国際労働組合総連合。いや、真ん中の顔も喋り出しよった。もうしゃあないな。社会主義インターナショナル。これな、国際組織で、社民党のみずぽん、福島みずほが、社会主義インターナショナルの副議長を務めてんねん。後ろの顔も喋るで。社会主義インターナショナルはな、本部ロンドンで、正式名称は社会主義労働者インターナショナル言うねん。背中の顔も喋りよった。しゃあないな。社会主義インターナショナルってな、社会主義者の国際組織である第二インターナショナルってのが崩壊した後、第三インターナショナル、コミンテルン、国際共産党と社会主義インターナショナルがそれぞれ結成されたんや。だから、もともとは同じ組織やねん。国際共産党、コミンテルンも社会主義インターナショナルも根っこはマルクソ。万国の労働者よ、団結せよ言うて、労働者をそそのかして集めて、その場を混乱させて破壊に導くのが労働組合の仕事やねん。労働組合を作るときに、オルガナイザーっていうちょっとこわもてのおっちゃんたちを送り込んでたみたいやねんけど、オルグって言われる仲間にする洗脳が実に巧妙に行われてて、やつらは仲間のふりをして近づいてくんねん。で、あるオルガナイザーの言葉に、何よりもまず親密になることだ、労働組合は嫌だがあの男は好きだと言われるくらいにならなければダメだって、オルガナイザーの教育で言うてたらしいで。労働者を労働組合に引き入れるときに、娯楽を利用せよっていうのがあって、親密になる良い方法は囲碁や将棋、テニス、野球、魚釣りというような娯楽を利用することだ。またこうした娯楽から未知の労働者と接触することもできる言うて、一生懸命中に入り込む教育をしてたみたいやで。労働組合は赤い組織、赤旗を掲げてるやろ。韓国のパク・クネ大統領を失脚させるとき、ハングルの赤い旗の中に日本語の日本の企業の赤旗がはためいてた。これは万国の労働者が団結せよというやつやろな。赤旗の赤は豚の血祭りの際の血の色やねん。赤い勢力の親玉は
世界を一つにワンワールドにしたい人たちは一般の人のことをゴイって思ってんねん。ゴイっていうのが豚のことやねんけど、ゴイムとか言うねんけど、めっちゃ恐ろしい思想に染められた奴らが赤旗を振ってんねんけど、一般の人たちはそんなこと知らんねん。労働組合は金と時間の無駄やから入らん方がええねんで、まあ付き合いもあるから仕方ないか言うて入ってるやつもおるんやろけど、あかんで。右でも左でもありませんとか言うてるやつって大概赤いわ。で、日本人であるならば保守でないといけないとか言うのも赤い連中の洗脳。大体やね、ごく普通の日本人は政治に興味を持たないように洗脳されてきた、刷り込まれてきてんねんから、右とか左とかよう分かってないやろ。保守ってなんなんっていう次元の人の方が多いで。せやせや、日本で保守言うてやってる人たちって韓国の宗教団体のメディア、統一教会、世界日報、世日クラブ、ビューポイントで活躍している人たち、もしくはお幸せな宗教や。とにかくあちこちに工作員がいるのよ。で、労働組合の組織票で送り込まれる議員を阻止しないといけないから、自民党に入れとくしかないの。安倍信者、自民信者言うて攻撃してくるけど無視。テレビ、新聞、雑誌は赤い勢力やねん。共産主義者に騙されたらあかんねん。あの悪夢の、いや現実地獄の民主党政権、もう二度と嫌やろ。ということでテレビ、新聞、雑誌は嘘をつくことを肝に銘じてください。何度も言います、労働組合は労働者のための組織ではなく国壊し国際組織です。